ユリウス・レントゲン、ユリウス・レントゲン、または、レントヘン、ジュリウス・ランガン、1855年5月9日から1932年9月13日は、オランダで活躍した、ドイツ人の作曲家、音楽教師。後に、オランダに帰化した。ライプツヒにおいて、音楽家の家系に生まれる。父・エンゲルベルト・レントゲンは、ライプツヒ・エントハウス管弦楽団のバイオリニストで、あり。 母パウリーネ、旧姓クレンゲル、ポーリーヌクレンガルはピアニストであった。ユリウスは神道であり、姉妹と々学校教育を受けなかった。音楽教育は両親と祖父母から受けており、その他の学科は個人教授について学んだ。最初のピアノ教師は、ゲバントハウス管弦楽団の学長、カール・ライネッケであったが、その一方で初期の作風は、ライネッケだけでなく、ロベルト・シューマン、 フランツリスト、ヨハネス・ブラームスからも影響を受けた。1870年に14歳のユリウス少年は、バイマルにフランツリストを訪ねる。リストのために演奏をしたところ、リスト邸の夜会に招待されたのであった。ライプツヒでは、レントゲン夫妻とユリウス少年は、ハインリヒ・フォン・ヘルツォンゲンベルクのサークルに加わっており、ヘルツォンゲンベルク家においてブラームスと最初の出会いを、果たし、 その後、レントゲン青年はミュンヘンに移り、その地でフランツ・ラ・ハナー、フランツ・シューベルトの友人にピアノを支持する。18歳にして職業ピアニストとなり、ドイツ南部を回って演奏活動を繰り広げる間に、声楽家のユリウス・シュトックハウゼンと親しくなった。この頃には、スウェーデン人の音楽学生、アマンダ・マイヤーとも出会い、その後1880年に結婚している。 1877年にレントゲンは、ウィーン行きとアムステルダム行きの選択を余儀なくされるが、校舎を決心して、同地の音楽学校のピアノ教師に就任した。アムステルダム大学の進学教授であり、同地の文化界の重鎮であったローマン教授が、レントゲンの父と親しく、ユリウス青年の面倒を見ることを約束していたからで、ある。レントゲンは、同年の手紙の中で、 この学校は子供と素人の溜まり場だとこぼしている。この音楽学校は公金の援助を受けておらず、どうやら学生の質よりも数に重きが置かれていたようである。1878年から1885年にかけてブラームスが足しげくアムステルダムを訪れる。百八十七年にレントゲンは本人式のもとにブラームスのピアノ競奏曲、 第2番を演奏した。1883年には、作曲カマカマのフランス空年、フランスコナンやダニエル・ド・ラニエ、ダニエル・デ・ロンリと共に、アムステルダム音楽院の開校に向けて活躍した。1884年にレントゲンは、アムステルダムコンセルトヘボー管弦楽団の結成にも、深く関わり、その指揮者に就任することを志望したものの、その役職は、 ハンスフォンビューローのもとに舞い込んだために、ひどく落ち込んだ。どうやら委員会は、レントゲンの指揮者としての能力を疑っていたらしい。結局のところ、ビューローが指名を受諾しなかったために、バイオリニストのビレムケス、ビレムケスが、指揮者に就任した。レントゲンは、室内楽の作曲や、音楽院での任務に、一層の情熱を傾け、またバイオリニストのカール・フレッシュや、声楽家、 ヨハネス・メスヘールと、チェリストのパブロ・カザルスの伴奏ピアニストとしてもなお、挙げた。毎年最低1回は、メスヘールトとトウィーンを訪れては、決まって、ブラームスのもとに立ち寄っている。レントゲンは、アムステルダムにおける夏の休暇中に、家族連れでしばしば、デンマークを訪れた。そのような中で、ボディルでネーヤ号、ボディルでニーヤーガードと知り合いになり、 親密な友情を築き上げた。結果として、レントゲンは、デンマークと、緊密な関係を持つようになり、レントゲンの子供たちはデンマーク語に堪能になった。レントゲンは息子たちと数年間、ピアノ三重相談を組んだ。1894年に、アマンダ夫人に先立たれると、有能なピアノ教師、アブラハミーナデスアモリエ・バァンデル・ホーベン、エイブラハイナデア・モリエ・ファンデアホーブンと再婚した。 アブラハミーナプ人ともけた子供も音楽家の道に進んだ。第一次世界大戦の末期である1919 19年にレントゲンはオランダ国籍を取得した。戦時中は息子の一人がドイツ軍によって囚人とされたがもう一人の息子はアメリカ合衆国に移住して米軍に入隊している。そのためレントゲンは長年にわたって故国ドイツを訪れることができなかった。 1924年に公職から引退し、ユトレヒト近郊の小村ビルトーフェン、ビルサブンに移った。音楽家にならなかった息子フランス。フランスが別荘、ガウデアムスを建ててくれたのである。ガウデアムスの風変わりな円形の音楽室は床面が地面に接触しないように建てられている。レントゲンは最後の8年間におよそ100曲。 一説によると200曲近くを書き上げた。大半は室内楽曲と歌曲であった。ガウデアムスは多くの作曲家や音楽家にとっての集会場となり、常連客にカザルスやパーシー・グレインジャーがいた。レント編は楽曲分析の研究を進め、アルノルト・シェーンベルクやイーゴリスト・ラビンスキー、パウル・ヒンデミット、ウィレム・ペペルの作品にも関心を寄せた。晩年は、 アムステルダムの映画館トゥシンスキーにおいて伴奏ピアニストを務めることもあり、その際にはディルク・ヴァンデルベン、ダーク・ファンデア・ベントが試作した大衆的なポピュラー、音楽を披露した。また、ピアノロールへの録音にも取り組んでいる。1930年にエディンバラ大学より名誉博士号を授与された。同大学には友人のドナルド・フランシス・トービが教授を務めており、放映中に ト美ビがレント編の公共曲と作曲者自身の独創により新作の二つのピアノ競争曲を上演してくれた。第二次世界大戦後にガウデアムス層はガウデアムス協会の拠点になり現代オランダ音楽の普及に寄与することとなった。1932年にユトレヒトにて他界した。レントゲンは非常な多作家で600を超える作品を残した。 18の公共曲、7つのピアノ競奏曲、3つのバイオリン競奏曲、3つのチェロ競奏曲のほか、22の弦楽四重奏曲、14のピアノ三重奏曲など、多数の室内楽曲やピアノ曲、声楽曲がある。グリーグ夫妻と信仰が深く、グリーグの未完成の意向であった、弦楽四重奏曲、第2番へ蝶々を保筆、完成させた。 ドイツ高機ロマン派音楽から出発したが、クリーグや、その後の近代音楽からの影響も見られるようになり、印象主義音楽を経て、よりモダンな作風へと発展した。最晩年になって、無調を試みており、出版されなかったものの復調による公共曲も作曲している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。